沖縄本島から南西におよそ2 9 0キロ。美しい海と自然に恵まれた宮古島。実は今この南国の楽園で日本最大級の画期的なプロジェクトが始まっていますそのプロジェクトとは住宅の上に広がる無数の太陽光パネルと蓄電池をセットにした新たな試み。 台風の時もこれですすごく助かってましかも、負担金はゼロ円、はい、宮古島で始まった日本の最先端をいく次世代のエネルギーシステム電気代高騰の問題で今後、救世主になる可能性もアメリカの起業家イーロン・マスク氏が率いるテスラ社も推進するなど 注目を集めています確実なゲームチェンジャーになっていると思います一方東京都も電気代節約につながるという新たな取り組みを売るよりも自分で使うという方がメリット経済的メリットも高くなってきています進化し続ける太陽光発電その最前線を追跡しました 沖縄県宮古島では太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで再生可能エネルギーをより安く便利に使うための最先端の取り組みが進められています今太陽光発電が進化しているといいますキーワードは発電プラス蓄電池こちらが宮古島で再生可能エネルギー事業を進める 日が直人さん。まあ日ごこういったようなあの台風のあの天気図もあの見てるんですけど、来週もまた台風来るんですよね。はいはい、台風の被害や直撃が多い宮古島。今回の台風六号でも被害が。訪ねたのは台風による停電被害を最小限に抑えたいと。 太陽光パネルと蓄電池をセットで導入した上地さんのお宅この地域はさ、宮古島の中でも、うん、台風の時には停電して、はい、復旧も一番遅いわけです、はい、そこで2年前、太陽光パネルと蓄電池を設置することに平均のご家庭からすると2日分ほどの、えー、まあ容量が十分にあってですね 高さ115センチ、厚さ15センチとコンパクトな蓄電池ですが、近年性能が格段に向上。上地さん宅の場合、蓄が停電しても2日間は蓄電した電気で賄えるといいます。どうですか使ってみて。停電してもちょっと切り替えてくれるさ。はい。もうそれ嬉しいよね。あ,あ、じゃあつまり停電しないってことですか。停電しない。 ああ本当。しかも驚くことに、うん、初期費用っていうのはどうなってるんですか。あ初期費用はもうあの太,太陽光も蓄電池もゼロ円で、はい、あの、はあ、設置させていただいてます。あゼロ円。実は住民は設備を設置する場所を貸すだけで設備費や設置費用、さらにはメンテナンス料も払う必要はありません。 まあ、あの作った電気をあのお届けしてその料金を払,う払っていただくことによって設備投資を我が社の方で回収させていいただくという電気の使用料は比嘉さんの会社に払いますが導入前に比べてお得に現在導入されている国や県の負担軽減策がなければ1から3割程度割安になるといいます。 電気量も安く,る安くなる。できおっしゃった停電もしない。停電もしない。ない<ー>環境にも優しない。<ー>台風の強風の中でも太陽光パネルは耐えられるのでしょうか。まあ沖縄ではまあほ本土からするとだいたい1.5倍ぐらいの強度がそもそも求められますので、はい。必要なん、ねうんはい、その基準をクリアできるような構造体に設計をしております。事、はい、業を始めて5年これまで。 台風による損傷などの被害はないそうです。こうした試みはリゾートホテルでも。相当な面積ですね、これ。そうですね、テニスコートが三面分、すべて太陽光パネルとして。利用者が減ったテニスコートなどに太陽光パネルを設置。巨大な蓄電池も導入することで、ホテルで使う四分の一の電力を。 賄えると言いますおそらく月まあ百万弱ぐらいの<ー>電気代の削減が図られるんじゃないかなというふうに目論んでおります月百万円、はい、現在宮古島での導入は761世帯と国内最大規模島全体の3%ほどですが急速に増えていると言います このプロジェクトの注目すべきところは、そのすべてを日賀さんの会社が遠隔で管理制御していること。青色が太陽光の発電電力量なんですけどね、<ー>4000キロワットほどまで発電しまして、はいはい、蓄電池も順調にですね、正午までにはだいたい100%を迎えて。そして台風などで停電が予測される場合には。 なるべく我々は満充電して満充電したらもう使われないように放電を止めちゃうんですよ遠隔操作により停電に備えることが可能各家庭の太陽光パネルと蓄電池などを束ねあたかも一つの発電所のように機能させることから「仮想発電所」「バーチャルパワープラント」と呼ばれ大規模施設に頼らず 低コストで再生可能エネルギーを安定的に供給しようとする次世代の電力システムですこの試みが可能になったのが何よりも蓄電池の性能向上ここ数年でコストは1分の2、容量は2倍になったといいます まあ、あの台風停電時に切り替わる速度が速くてですねもはやあの住んでいる方も気づかないぐらいの速度で切り替わるとか性能的にもあの良さがあったんです台風6号では宮古島でも停電する地域がありましたが蓄電池を導入している世帯のほとんどは停電を免れたと言います宮古島のこうした取り組みについて専門家は。 ぜひ全国でこういうい取り組み自然業を増やしながらねでも電気安定して安心して使える一番大事なことはねみんなが、ね、あの健康快適で安い電気で、ね、暮らせると、ね、地域全体が豊かになるということは仮、ね、想発電所を拡大していく中でどれだけ電力ネットワークを安定させるかが課題だといいます。実はは宮古島には 電力自給率100%を実現したホテルがここに急にこれ全部 EV ですよね電気自動車並んでますここはですねあのポテージ型ホテルで宿泊施設になってますホテルですか4月にオープンしたこちらのホテルでは12棟からなるすべての客室に太陽光パネルと蓄電池を設置ホテルで使うすべての電気を自給自足できるようになっています 宿泊客専用のレンタカーはすべて電気自動車実はこの車には秘密がこの宮古島のエリアは台風で停電が多分にあるところなんですねですのでこの蓄電池とそれからこの EV 車を使って戻して停電をしないというホテルを作りましたこの電気自動車を動く蓄電池として利用非常用電源として 長期停電にも備えられるようにするといいます。一方、東京都では、対策チームが太陽光パネルと蓄電池の利用拡大を推進。太陽光発電の設置率がおよそ4%と道半ばの東京都。太陽光発電の支援に加え、今年初めには蓄電池の補助金を2分の1から4分の3へと引き上げました。 そして、売るよりも自分で使うという方がメリット、経済的メリットも高くなってきてきいます。年々下がる買い取り価格と一方で高騰する電気料金蓄電池の進歩で売らずに自分で使うことが容易になり経済的メリットが増しているといいます電気代高騰で増えているという補助金の申し込み。 こちらの一戸建てで暮らす70代の夫婦も電気代を見てると今後はもっと上がってくる将来を考えるともう年金生活なのでこの日は業者が設置に向いているかをチェック今回太陽光パネルと蓄電池を設置する予定ですが通常だと280万円かかる費用が 都の試算によると月々の電気代が1万円の家庭の場合太陽光パネル導入でおよそ7000円安くなりおよそ6年で元が取れ蓄電池をセットで導入するとおよそ9000円安くなりおよそ9年で元が取れるといいます。 既存の住宅に設置する場合注意点があと雨漏りとかもねだから心配する人ちゃんと成功すれば大丈夫なんですけど保険みたいなのちゃんと整備するとかそういうので安心してみんなが乗っけるような仕組み作りをすることは大事じゃないかと思います江戸川区にあるこちらの分譲マンションでは3年前1000万円をかけ太陽光パネルと蓄電池をセットで導入しました 大規模修繕を行う際に理事長さんがです、ね、東京都で太陽光発電に補助金が出るといったことをご覧になって発電した電気は蓄電池に充電し電灯など共用部分の夜間電力として使用さらに照明を LED 化するなど年間240万円かかっていた共用部分の電気代をおよそ160万円削減できたそうです。 進化する太陽光発電、気候危機とエネルギー危機の中世界中が注目しています。